ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッディ・アブルッツィは、イタリア海軍の軽巡洋艦。ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッディ・アブルッツィ級のネームシップ。艦名は、イタリアの王族で登山家、探検家であるルイージ・アメデー・ボディ、サボイア・アオスタにちなむ。ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッディ・アブルッツィは、命名元の死去と同年の1933年12月28日に、ラスペツヤのオート社で、寄港。 1936年4月21日に浸水し1937年12月1日に竣航した。アブルッツィは1937年の大焼け、試み中に8635トンの経過状態で34.78ノット103,991馬力を記録した。浸水したルイージリサボヤ・ドゥカデッリ・リアブルッツィ。 ルイージ・ディ・サボイ・ア・ドゥーカ・デッリ・アブルッツィは、姉妹艦、ジュゼッペ・ガリバルディと共に、第8戦隊第1分隊を構成した。以降は1938年のスペイン内戦で、いくつかの活動を行った後、1939年に、ポルトガルを訪問。それから、アブルッツィは、第8戦隊機関となった。ルイージ・ディ・サボイ・ア・ドゥーカ・デッリ・アブルッツィの最初の、本格的な軍事行動は、 1939年4月のイタリアのアルバニア侵攻であった。アブルッツは、両艦ジュゼッペガリバルディ、4隻のザラ90巡洋艦、駆逐艦13隻、水雷艇14隻その他艦艇と共に、アルトゥロリカルディ提督機下のイタリア艦隊の一隻として、アルバニアに上陸するイタリア陸軍の兵員1万1300名と、戦車130両、装備品を上陸させたが、 アルバニア側の抵抗は極めて微弱であり、めぼしい活動といえば、ドゥラスト、サランダに、手法の数正者を行った程度であった。イタリア軍はほとんど抵抗なく、アルバニア全土を占領し、国王ゾグ一世は亡命を余儀なくされた。ルイージ・ディサボイア・ドゥカ・デッリ・アブルッツィは、タラントを拠点に、アントニオ・レグナーニ帝徳の機関として、第二次世界大戦を迎えることになった。 対戦中、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリア・アブルッツィは、姉妹艦、ジュゼッペ・ガリバルディと、たびたび行動を共にした。1940年7月9日、2隻は、カラブリア・沖海戦に、参加、続いて9月には、アレキサンドリアからマルタへ、兵員輸送を行う、初作戦のイギリス海軍輸送船団への攻撃を、行うイタリア艦隊に参加した。 1940年12月から1941年3月半ばまで、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッツィは、アドリア海で活動し、ギリシャ・イタリア戦争で、戦護衛や、沿岸砲撃に従事した。3月26日に、アブルッツィとガリバルディは、ブリンディジを出撃して、クレタ島近海へ向かい、またパン・岬サ沖海戦に参加した。 しかしこの海戦で2隻が戦闘を行うことはなかった。1941年5月、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッチとジュゼッペ・ガリバルディは北アフリカ行きの輸送船団護衛に従事した。この任務中に、アブルッチはイギリス海軍の潜水艦アージから来撃を受けたが、命中しなかった。7月28日、領艦ジュゼッペ・ガリバルディがイギリス海軍の潜水艦 アブプホルダーに来撃されて、大破、戦線離脱した。ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッチは8月に、イギリス海軍のサルデーニャ島、空襲作戦ミンスミート作戦の、ついで9月に輸送作戦、ハルバード作戦の阻止行動に参加した。11月に、ガリバルディが復帰してからは、2隻は共に、戦団護衛任務に戻った。 しかし戦団護衛に従事中だった11月22日、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥカ・デッリ・アブルッツィは、マルタ島から発進したイギリス空軍機からの来撃を、受け完備を損傷した。ルイージ・ディ・サボイア・ドゥカ・デッリ・アブルッツィと、ジュゼッペ・ガリバルディは、ハイファを基地とするイギリス海軍水上艦艇から、占領下のギリシャへの海上交通路を防衛する、任務に就いた。1942年の終わりに、 アブルッチは、ジェノバで大規模な改装に入ったが、この時アブルッチには、ドイツ製の風、もう21、39レーダーが装備された。改装完了後、アブルッチは再び、ガリバルディと行動した。1943年9月8日に、イタリアの降伏を迎えると、ジェノバに在泊していた、ルイージ・ディ・サボヤ・ドゥーカ・デッディ・アブルッチとジュゼッペ・ガリバルディ。 エマヌエレ・フィリベルトディー・カナオスタ水雷艇リブラは直ちに出港して、ラスペツヤから来たカルロベルガミニ提督の、機関戦艦ローマ以下主力艦テイラーと合流し、連合組へ投降すべく、マルタ島へ向かった。途中で、ローマがドイツ空軍の空襲により爆沈してしまったものの、アブルッツィは、タラントからの艦艇と合わせて、無事にマルタ島へ到着することができた。 その後、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥカ・デッリ・アブルッツィラは、連合軍側で活動することになり、アブルッツとエマヌエレ・フィリベルト・ディ・ユカ・ダオスタは、フリータウンを拠点に、大西洋中部から南部で、ドイツ海軍の通商破壊艦に対する紹介を、担当することになった。1943年10月27日に、アブルッツとダオスタは、タラントを出発し11月13日にフリータウンにへ、 到着。以降、11月29日から1944年2月7日までに5度の大西洋商会を行っている。アブルッツは1944年4月16日にフリータウンを立ち、4月29日にタラントへ帰着。以降は、地中海で終戦まで、兵員輸送と練習家任務に就いた。なお、姉妹艦ジュゼッペ・ガリバルディも、 同様の任務に当てられたが、投入が遅れた結果フリータウンには紹介活動が、終わりかけた1944年3月18日まで、到着せず、3月25日には、エマヌエレ・フィリベルト・ディ・ユカダをしたとともに、すぐに、イタリアへ引き返している。トリエステに停泊するアブルッツィ。1959年。パリ条約締結後も、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッチと、 ジュゼッペ・ガリバルディの二隻、そして、ライモンド・モンテク・コーリ、ルイージ・カドル・ナラは、イタリア海軍に保有が許された。ルイージ・ディ・サボイアデュカデデ・ア・ドゥカ・デッリ・ア・ブルッツィは、亡命の巡洋艦と呼ばれた。これは亡命するイタリアの王族がア・ブルッツィに、上官したことによる。最初は、王太子のウンベルト2世に上位して亡命する、ビットオリオ・イマヌエーレ3世を、エジプト王国のアレキサンドリアに運び、 続いて、王政廃止により国を追われた、ウンベルト2世の王妃マリーア・ジョゼデル・ベルジョを亡命先のポルトガルへ輸送した。戦後、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥカデリ・アブルッツには293型レーダーがメインマスト長部に装備された。アブルッツには1951年から1953年にかけて大規模な改造が実施された。これによって、ブルッツの上部構造物は一新され、 三脚炉には、イギリス製の SK42 型対空レーダーが、装備された。その後これはより近代的な、アメリカ製のアン、SPS-6 に更新されている。対空火器も更新され、ボホース 40mm 機関砲を4連装で4機、連装で4機の合計24門と 10cm 連装広角砲を2機4門搭載した。また、ボイラー二機が撤去されたため、 速度は最大28ノットに低下している。1954年10月26日、トリエステ自由地域の米軍管理地域がイタリアに併合されたことを受けて、ルイージ・ギサボイア・ドゥーカ・デッリア・アブルッツィは、駆逐艦、グラナティエーレ、アルティリエーレ、グレカーレと共に群衆の歓迎を受ける中トリエステ港に入った。11月4日にイタリアのプレゼンスを示すために、 ルイージ・エナウディ大統領によって、トリエステでパレードが実施され、アブルッツも他の官邸と共に参加している。旗の聖堂に保存されているアブルッツの旗。旗が収められた箱は彫刻家、ジョルジョ・セラジョディの手による。1950年代前半、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリ・アブルッツは、イタリア海軍において、第一戦で運用が継続されている、唯一の軽巡洋艦になっていた。 ルイージ・カドルナは1951年に退役し、ライモンド・モンテクッコリは練習艦として使用されており、姉妹艦、ジュゼッペ・ガリバルディは1953年に予備役となった後に1957年からミサイル巡洋艦への改装が行われていたからである。1956年に戦艦アンドレア・ドーリアの退役に伴い、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリア・ブルッツィは イタリア艦隊機関になった。1961年、ジュゼッペ・ガリバルディの改装が完了したことを受けて、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリア・アブルッツィは、機関の座をガリバルディに譲り、1961年5月1日に、除籍され解体された。首都ローマのビットオリオ・イマヌエーレ2世記念堂内に、ある、旗の聖堂には、ルイージ・ディ・サボイア・ドゥーカ・デッリア・アブルッツィの軍艦機が保存されている。 ありがとうございます。